クロスベース、おはようございます、こんばんは、こんにちは、皆さんいつ見てますかということで、今日早朝です。まだ今ですね、パナソニックの臨時コーチをしに大阪に来てます。朝早い。そしたらアニバーサリーが始まってるっていう、ね、昨日早く出てしまいました、疲れてね。さあということで、それを今日ね早朝からやっていきましょうということでですね、皆さんさぞ顔が眠たそうだなっていうのはね気にしないでください。もうそのうちね顔消えますから、あのプロスピの画面だけになりますから。さあということでね、プロスピエースマンスリー感謝祭10連プレゼントスカウト S ランク1人確定。さあこちらね、まず運試しにやっていきましょう。まあ絶対ね当たるんでね、一つはだからシリーズ2のやつが欲しいですね。シリーズ2の S が誰でもいいから欲しいっていう、1じゃないよ2だよっていうね話を、そうなってくると、まあ、誰がもらえるかっていうね、まあ運試しだね。うん、この後アニバーサリーをするね。あくよ西田梅野野上、何やってんだ松原、いいね、来い。あ、又吉はいいけどシリーズはちょっとあれだね、不安だね、不安の始まりだね。ということでね、これからやっていきましょう。3回目1人確定、6回目、1人確定でね、こう見ていくとね、菅野いいね、欲しいね、佐藤輝、俺 A いっぱい持ってんだよね、佐藤の。でも今用事ないね。ビシエドいいね、なんかこれ噂によるとビシエドはアニバーサリーで取る価値が一番あるらしいよね。このミートパワーが最初から AA に乗ってるっていうところで照合しなくてもいいし、で同値で守備が B でいいっていうね、このビシエドがねいいらしい。で次外ね、外もねミートB に乗ってるっていうね。まあ、外、ちょっと用事ないね。栗林。これ、ジャパンあるからね。ゴリラ。これ、ちょっと用事ないね。村上。アーティスト。まあ、欲しいね。取れるもんなら欲しいね。千賀。千賀ね、ジャパンいる。ジャパン。マーティン。マーティン欲しいね。俺、ロッテ枠、石川の3700しか持ってないから、マーティンもいいね。マーティンの絵もいっぱい持ってるよ。森。森はね、大丈夫。キャッチャーはね、俺がいるから。則本。いいね。噂は、どっち？噂が何気にいいらしいんだよね。吉田、本命です。吉田正尚が一番欲しい。なぜなら、里崎の今、リーグオーダーに吉田正尚いるんだけど、オリックス枠で。3500。ながら厳しい。だからここはね、こう3800の吉田を取って、ね。だから吉田が本命。ね。一番は、もう自チームは吉田です。吉田、ビシエド、村上、菅野、マーティン。これ。A グループが吉田、ビシエド。B グループが、菅野、村上で。C グループがマーティン。これね、5人。この5人を何とかして取りに行きましょう。さあまず1回目こっから来てほしいね。レッツゴー。去年のクレイさんとやった勝負が懐かしいね。皆さんね、もし見たい方は概要欄にあるんでね、その勝負見てください。さあ、さすがに何もないか。一発目から欲しいよ。レインボー、まあ、一発目から欲しい。最近のフラッシュ、サチコフラッシュが最近出てきてないんだよ、全然。来い。森下。結構な。太田。平。A も来ない。A も来ない。スワレス。ブセニッツ。来い。岩下。頑張れろって。カモン。カモン。何もない。これはやばいぞ。この6回中アニバーサリー3人欲しいぞ、最低でも。
笑ってね、笑ってくー、和田康二郎盗塁を頑張ったらお前出てくるよ、タイトルホルダーで。さあ A もこだ、 A もこだ、ヤマト、これはやばいぞ、これはやばいぞ。この前の吉野さんと掛布さんで運使い果たしたか。さあ3回目、一人確定、一人確定、ノーフラッシュ、当たり確実はもう分かってるんだよ。2枚欲しいんだよ、2枚抜き。これは1枚だ、寂しい。さあ誰や、5人、A も B ばっかりだな、 A も消えへんや、来い来い、村本と村上、 OK 静かだけどいいね、当たるものは当たるね。よ、次4回目、超静か、どういうこと、確定以外が超静か、静かと言っても静かちゃんじゃないよ。さあ笑って、お山田哲人へ、いきなり、おまずい、ここに来て A マス、 A じゃないよ S だよ、吉田 A じゃないよ S だよ。次5回目、さあ行くよ、レッツゴー、来てくれ来てくれ、寂しい熱帯魚ウィンク、寂しい、あ全ノーマル、これ飛ばなかったら確定当たり、強打、菅野、医療、山野辺、もや、あいいばっかり、どうじゃ。さあということでね、5回目まで引いてきましたけども、6回目はまだ引きません、取るとしたら吉田です、 100%でも今ね、イベント回ってるんで、あれでね、一人もらえるやつあるんで、万が一あれで吉田が出たら困るので、ここはステイ。で、その契約書をもらって引いて、結果次第で吉田を取るかどうか決めます。もしそれで吉田を取れたら、ビシェット取れます。もしくは菅野。さあ、ということでね、皆さんのアニバーサリーはどうでしたか。佐々木、朝からこんなことやってますけど元気です。皆さんも今日一日頑張っていきましょう。ありがとうございました。